選べなにゃん主人民。はい、皆さん、私はワーホリでニュージーランドとオーストラリアに住んだことがありますけど、たまに私が英語で喋ったらこういうことを言われますよね。日本の方々に、韓国人はなんで英語の発音が綺麗ですか、韓国人はなんで英語が上手ですか。皆さんは本当に韓国の人は日本の人より英語がお上手だと思いますか。英語の実力の問題は韓国人とか日本人とかじゃなくて、問題はその環境だと思いますね。 For me, English is a little more easier for me since I've been into an international school since I was 2 years old. Like writingand things like that. English is easier for me than Japanese too. And the whole place was just like a movie. I felt like I was a movie like character and I was like acting and everything. でも今の時代ではわざわざ英語圏の国に行かなくても、自分が本当に英語の勉強がしたいなら、どこでもいつでも英語の勉強ができる環境になった、そのいい時代だと思いますよ。皆さんはキャンブリっていうアプリを聞いたことがありますか？多分留学した方々は知ってる方も結構多いと思いますし、すごい有名なアプリですけど、私も実際に使っていましたし、Some people think Koreans areBetter at speaking English than Japanese. I don't think that's true though. Anyway, do you think there is any differences between Korean English and Japanese English? That's a great question. Yes, there is definitely a difference in the accent. Good question, Jay. I mean, you know, obviously it does depend on the individual. Okay, so where has that person learnt English? Did they learn in their home country?Did they learn when they were abroad? For example, yourself in Brisbane. 皆さん心配しなくてもいいですよ。本当に初心者の方々から Advanced Level まで本当に全部できますよ。そして私がこのアプリを使ってみて個人的にいいと思ったところが、自分が勉強したいとき、自分が欲しい教師と一緒に、自分が教師の方々のプロフィールを確認した後、自分が選んで自分に合う勉強法を教師の方と一緒に話しながら、それを調節して授業を受けることができます。そしてキャンブリの教師の方々は本当に様々な仕事をしている方々なので、本当にいろいろな話ができますし、チョイスが多いですよ。 Why are you drawn to Japan in particular? Well, you know, Japan is a beautiful country、yeah. with a like wonderful culture、mm-hmm. and unique traditions and awesome food. Yes, absolutely, I agree. Actually, I wanted to travel to Japan this year, but then because of virus, I had to cancel、oh, my、yeah. plans.スマホでもできますし、タブレットでもできますし、そしてノートパソコンでもできますので、皆さんが持ってるデバイスの中で選択して利用したらいいと思います。外国語って実際に自分が喋ってみないと実力が伸びないですよね。そしてネイティブの前ではもっと緊張してしまって、自分が知ってる単語も忘れちゃう。 Where in the world are you, Jay?Sorry? そういう状況になりますので、練習がいりますよね。そして皆さんが授業を受けたら、それが自動的に録画ができますので、授業が終わった後その動画をまた見ることができますよ。先生が直してくれた文法や単語やそういうのをもう一回勉強することもできますし、自分の発音のチェックもできますし、先生の発音のチェックもできますので、この録画の機能がすごいいいと思いました。皆さん、この動画を最後まで見てくださった皆さんに準備したプレゼントはありますよ。皆さんがこの動画を見て私の説明だけ聞いて判断するのは難しいと思いますので、実際に皆さんが使ってみるチャンスがありますよ。そして私の動画の概要欄にある紹介コードを入れたら15分の無料体験ができますので、皆さんが実際に使ってみて判断してみてください。そして皆さんが言いたいことが英語でわからないとき、知らないときは翻訳付きのチャットの機能もありますので、本当に初心者から誰でもできると思います。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでです。皆さんが実際に使ってみてどうだったのか、コメント欄に残してくださったら嬉しいです。では、오늘은여기까지。じゃあね。じゃあね。